1から二つ目の鳥居十三社神社は東京都新島村本村に鎮座する。神社新島の総鎮守で明神様とも呼ばれる。東京都神社庁の管轄。また伊豆諸島最大規模の神社である。神社の背後には宮之塚さんの絶壁が見える。今年の主命と以下の同族十二神を祀る。また、この他にアマテラス公大臣八幡大臣。 春日大臣、東照宮を廃し伊豆諸島を開拓した祖神、今年の主命の御子である大見王子明神が、父の命の志を引き継ぎ、島々の平定のため同族の十二神と共に、新島を本拠にしたと伝えられる。五百九十二年頃の創建とされる。今年の主命など新島と関係のある十三の神を祀る僧者として作られ、十三社大明神と、 称する。公営2年の伊豆国新会長における第三王子並十八8書御子たちの記述は、当神社と伊豆諸島のおこたちを指しているものとされる。当初は新島村の中心部に位置したが、慶安2年に起きた村の災い日の影響で、現在の場所に転写している。京宝3年には、神議館から神会小一位の戦時をされる。また、明治6年には、 近代社格制度において豪社に劣している。現在の社殿は本殿が昭和8年、廃殿が昭和15年に新築されたものである。経代社には以下の社などがある。また、全国神社名館によれば当社における末社の総数は20社を数える。例祭は毎年12月8日に行われる。また、神事の四式あり、神楽は 東京都の無形文化財に指定されている。社宝として、東京都の有形文化財にも指定されている、道教や、絵などを当社が所蔵している。新島の大見山の近くの中原には、大見王子明神と、弟さん王子明神を祀る演技式内社の大見、王子神社がある。宮家駅によれば、大見王子明神と、弟さん王子明神は、三島大明神とその子を、 道の口の大きさきのことされる。三島大明神は五人の記載を各島に置いたといい、そのうち新島の記載が、道の口の大きさきであった。なお、道の口の大きさきについては、新島と、かつて陸続きであったという説がある、式根島の白神社で祀られている。当社東側の峰寺山には、縄文時代と弥生時代の土器編が発掘されている、田原遺跡がある。 当社の場所については、新島の歩き方、または、東海汽船の新島案内ページにある、島内マップも参照のこと。また、フレアイバスの流と時刻表等の詳細については、新島村、島内の交通機関及び、新島の歩き方、体験観光マップを参照のこと。詳細は、新島観光、あるいは、新島の歩き方や、新島観光協会のサイトも、 参照のこと。このほか、公安天皇の御世に伊豆国の東南沖に新たな島ができ、その時に祀ったとも言われる。各地で祀られている神々を集めて、当社で祀っている。ありがとうございます。